はい、こんにちは。テレビ改革と豊島区議会議員靴沢亮でございます。デュート様、ご支援ありがとうございました。複数回何度も何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。葛飾区議会選挙中です。今日の24時まで政治活動可能なんですけれども、葛飾区内でチラシポスしていただいたボランティアの皆様、団長おかげ様、陽子様、安圭様、智弘様、富士様、夏美様、グラちゃん様、幸子様、誠に誠にありがとうございました。候補者高橋ともども大感謝であります。来年の夏の参院選の時ですね、私出る予定なんですけれども、その時にも頼りにしておりますんで、よろしくお願いいたします。ちょっと図々しいですけれどもね、終わったばっかでね。まだ胸が痛いであります。胸の前の肋骨2本腫れておってですね、傷、背中をざっくり切った傷の真ん前の肋骨2本が腫れております。これ咳すと、その圧で圧がかかって腫れちゃうと思うんですけども、まあまあちょっと歩くと痛い、響いて痛いんで、歩幅が10センチぐらいの歩幅になってて、歩くのおせえのおせえのおせえのなんの。あとですね、今日気づいたんですけれども、振動に、全ての振動に弱い体になっちゃっております。ね、退院する時ですね、馬に食わせるほど鎮痛剤もらったんですけど、こんなにいるのかなって思ったんですけども、ほぼね、売ってるやつの1箱分以上もらったんで、こんなにいるのかなってちょっと疑問に思ったんですけど、やっぱいりました。まだ半分ぐらい残ってるんですけど、してみと、あとはあれが20日ぐらいは鎮痛剤のお世話にならなくちゃなんねえのか、今は4時間おきに鎮痛剤飲みまくってなんとかしのいでおります。夜中ね、痛くて起きんのが辛くてね、ちょっと退院したての頃1時間ぐらいしか寝れないのよりはマシですけど、まあまあ3時間おきぐらいに目が覚める生活をしております。あとですね、今外に出て風邪なんかひいちゃうと、死んじゃいそうなんで、恐ろしくて外に出れない生活やっております。時事通信記事、立憲民主、衆院議席を110から96に減らし、特に比例は62から39へと激減。党内では敗因を共産党との選挙協力に求める意見が大勢。つまり共産党と組んだのが失敗だったっていう声が党内では大勢、大勢とは読まないな、大勢ですね。これのせいで枝野を辞めざるを得なくなっちゃったのかな。ほとんど全てが共闘はダメだった、失敗だった、共闘決めたの誰、代表でしょみたいな感じで辞めさせられたのかなって思ってますけど、左に寄りすぎたから票が離れた、違うがね、それだけじゃないがね、無党派層を狙うべきだったのに固定票にとらわれた、共闘は失敗だとか、立憲の議員は言ってるみたいであります。まだ分かってねえんだなこいつらな。お前ら人の悪口と文句ばっか言って反対しかしねえからダメなのに、まあまあ共産党のせいにそうやってしてればいいよ。吉野連合会長、共闘は受け入れられなかったということで、まあまあ支持者の連合もダメ出ししておりますね。ネットの反応です。今頃気づいたんか、早くも打ち毛羽、愚かさの極み、組む前に気づこうな、連合に散々止められてただろう。こういう風に何でも人のせいにするのが敗因、まさしくその通りだと思いますよ。誰のせい、彼のせいってさ、俺は悪組へみたいな、悪いのは自分以外という人材が集まっているのが立憲民主党。その通り、こいつら全く分かってないな。ほんとほんと、代案も出さずに、反対だけして批判だけして
悪口ばっかり言って何のかんのでも噛みついて審議拒否して18連休楽しんで、負けた原因ならいくらでも出てくんだろうが、こんなことすら予想できなかったのか。だから負けたんだよね。これを選挙前に気づけない愚かさが敗因、共産党逃がしてたものか。なんか時事通信はこんな記事載しちゃって共闘やめさせたがってるみたいですけどね。時事通信は共産党は逃がさないよ、そんなこと言ってて、誰のおかげで当選できたと思ってんだいっつって恩着せて一生つきまとうからね、すぐね人のせいにするね、そういうところなんですよね。左翼はですね、山岳ベース事件の戦犯探しプラス排除からちっとも進歩しないですね。まあ、排除っていうのはこの世から排除したんですけれどもね、山岳ベース事件の時は、こうやってね、ここまで俺たちが追い詰められたのは誰のせいだ、彼のせいだ、誰が悪い、彼が悪いって、バカの思考なんですけど、改善点よりも戦犯探しに熱心である、そのためいつまでたっても進歩しないのがバカであるっていうのがありますからね。誰が悪いの、彼が悪いの、俺が悪くないって、本当に赤って猿以下だなーって思います。こんなこと言うと猿に謝れってコメント入ると思うんですけども、まあね、共産主義なんて王権神授説同様のですね、独裁を正当化するへりくつに過ぎないんですよ、共産主義なんて。だって選挙ねえんだもん。あとね、主体思想、北朝鮮の中継思想だっけ、あれもですね、金一族独裁を正当化するへりくつであると、根拠もなく成熟もなく知能もないバカがですね、俺が偉い、俺に従い、独裁したいんだ俺って、こういう連中がですね、赤や中継思想に染まりやすいんですね、これが。あとね、一発逆転狙いの底辺、もう自分が惨めな状況にいるのが自分の能力が低いせいって認めらんない、一発逆転目指したいっていう層が染まりやすい。あと中途半端に頭がいいですね、官僚や学者に染まるやつ多いんですわ。なんで俺はこんなに頭がいいのにみんな俺の言うこと聞かないんだろうかっていう欲求不満があるわけなんですよ。いや頭いいからっつったって、テストでいい成績取るからっつったって頭いいとは限んないですよね。前川喜平とか古賀茂明だっけ、なんとかとかね、米山とかすごい頭いいらしいんですけど、そういえば畑山幸男も東大らしいですけど、こいつらがね頭いいとは思えないですもんね。全然全く頭悪いですよねこいつらね。共産との共闘を決断したのは、まあ、代表の枝野幸男ですよね。少なくともですね、オッケーって言ったんだから代表辞任はまあ不可避だったわけでですね、私的にはですね、もっとねしがみついて見苦しい姿を晒してほしかったなぁとは思いますけどね。その枝野亡き後、立憲民主党の代表選挙に出馬が噂されているメンバーですね。山口メンバ ー同様ですね。長妻明、馬淵澄夫、現場光一郎、大串博士、小川淳也、泉健太などなど、あららって男しかいねえじゃねえかよ。普段ジェンダー言ってる割に女性候補皆無ですよね。まあ有言不実行ってやつかな。自民党総裁選にはですね、一応ですね、高市さんと野田聖子の2名の女性が出たのに、立憲はジェンダー言ってる割には代表選に誰も出ねえんだ。ポストセブン記事、全国市野党担当政治記者、ネット上では蓮舫氏の立候補を求める声が多く上がっていますが、党内ではあまりありません。蓮舫は枝野と並んで民主党のイメージが強すぎるからです。つまり民主党のイメージが強くて
何でもかんでも噛みついて、あだ名が噛みつき亀になっちゃって、あと二重国籍がグレーなままの蓮舫を党の顔にすると、ますます自分ら選挙で不利になるなって立憲議員が計算した、思ってるってことでしょうね。立憲党内、まずは女性議員を増やさないと自民党には対抗できない。弱気ですね。まあジェンダーなんだのつって、女性議員少なすぎるよな我が党は、という自虐でしょうか。ネットなんです。無理やりにでも女性党首にしろよ、ジェンダージェンダー言ってんだから。やはり辻元落選は痛手やね。多重国籍もグレーなままだし、これ蓮舫のことですね。党首になったやつが性転換手術すればいいのでは、それがいい。切り落としちゃって、あとボールも切っちゃって女性になったらいいんじゃないので、女性投手、あるいはですね、まあ、手術する勇気がないんだったら、実は私中身は女性なのよって言い張るとかですね。蓮舫は他党投手と討論できないから論外と、アドリブ苦手なのかな蓮舫は。言うて中国人だからな。男の代表候補も民主党時代からの異物ばっかやーん。泉健太とか小川淳也とかいたんだ民主党に、知らんかった。ポストセブンも全国支記者も立憲党内もですね、ジェンダー平等って勘違いしてますよね。これ女性を党首に据えればジェンダー平等ってわけじゃないよ。その女性の能力は不問っていうことだったら、女でありさえすればいいや、代表にしちまえって言うんだったら、これ逆差別ですよね、男をね。立憲の女性議員は、代表選出を禁止されてんのか、されてないでしょ。自分で手挙げないだけでしょ。だったらね、候補の中に女性がいないからって嘆くのは、全くの筋違い、勘違い、思い違いですよ。この時点でですね、機会平等は満たされてるんですからね。まあね、こいつらもいい加減ですね、機会平等と結果平等の違いを理解しろっていうの。結果平等っていうのはですね、都立高校で問題になっていた男と女の受験生、女性の方が成績いいのに男女同数になるように、成績良かった女性を落っことして男に下駄がして無理くり同数にしてる、そういうのが結果平等って言いますね。機会平等っていうのは、同じ問題で同じ時間で同じように試験を受けて、競わせるっていうのが機会平等ですね。まあ、高市さんは総裁選の時これ言ってましたんで、完全に理解してると思いますけど、メディアも立憲議員も赤はそこまで頭良くないか。機会平等と結果平等の違い、わかんないか。未だに、わかってる連中は、頭悪くて、進歩なくて。って、思います。よかったら、チャンネル登録、よろしくお願いします。あとは、葛飾区に、お知り合いいたら、高橋純也、よろしくお願いしますと、お声掛けください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。あ、今日は腕上がりますね。